えー、お疲れ様ですネットビジネス18年とは言わなくても、まあ、私みたいに10年やっててもね思うことがあってそれはですね価格をすすすごく上げやいいななというとうころなんですよ自分の実力に合わせて販売価格を変えれるってことですよねでもう多分ね5年やってても10年やっててもそれこそ15年同じことをやっててもほとんど単価変わってない人わかりなんじゃないですかねこれ何でなんですかね商品の価値を高めることができなかったってことなんですかね まあでも、まあ、私たちの父になんてどっちかっていうと、まあ、上積み商売っていうかまあいろんな実ビジネスがある隙間でやってるような感じなんで一番ねあらり的には薄いはずなんですけどねうん、まあ、けど吉田さんが言うように辞める人が多いいいっていうのは、まあ、ありがたいこととかなとあの多くの業界では辞めないんだけども発給で続ける人がいるから結局その予算が頭数で割られて優秀な人まで安くなるっていう原理があるんですよね まあ、特に一つのことをやるのに単価を安く受ける人がいるから本来高く取れる人まで相場が下がって高値がつけられないところはあって同じ業界に長くいても得意分野でずっとやっててもいまあ、未だになんか似たような単価でやっててちょっとした経費の負担がすごく、うん、痛くなったりとかね。うんまあ、他人事でではないんですけども なんかこう消費税が上がっていったりとか社会負担がまた増大したっていうところを価格に転嫁すごくしづらいっていう状況があるのはまあ一方ではなんか気の毒なことなんだけども事情もわかりますしね一方ではもうちょっとなんか価格を上げる努力をせないけんなあ、努力っていうかねああの昨今の状況に鑑みまして価格を改定させていただきましたってだけなんですけどもね。 それべで選ばれないとしたら、ら所詮価格で選ばれていただけのその能力とかスキルに対して価格がついていたんじゃないっていう,ふうにやっぱこう悔しいけど受け止めないといけないのかなと。まあ一部ね、うんちょっとした値上げによって振り落とされる業界もあるんですよね。まあ例えばゲームセンターとかあの百円玉入れてやるゲームって本当になんか倍とかだったら値上げしやすいんですけども、五パーセント十パーセントの値上げって非常に難しいんですよね。 UFO キャッチャー1回100円とか言ってね、やってても、まあ、あれ400円だったかもしれませんけども、100円とか言ってもね、じゃあ110円ですって、ものすごくこう、機械の入れ替えとか、それから、それによる、まあ、値上げの反動とかね、あって、結局、100円は100円のままで、えまあ、経費だけ上がるみたいな状況があって、結局、セガもゲームセンター事業が絶対しちゃいましたですね。うんだからことその インターネットを使ったビジネスはあまねくなんですけども価格を上げやすいはずなんですよねそのあらりが高い分だけ、まあ、一部その作業がむちゃくちゃ遅くって単価が安くなっちゃう人とかスキルが上がらずに相変わらず同じものを同じような価格で売ってるときついなとは思うんですけども、うん、なんかその情報の販売って、まあ、賞味期限は短いんですけども、うん、だけども、まあらゆるものがね新しい情報が出てくるんで すぐにそれが最新の情報を教材化できるなっていうところは大きいことですよね。うん、で新しいものはみんなが求めてるし求めてる割にはあのー、まあリサーチがねなんかこういまいちできてないてところがあってそこにこう提供するまあ何て言うのかな意義もあるのかなと。うん、結局ねその6月ぐらいから始めた AI アートもね1万枚以上作ってきたんですけども。 まあもう一番前とか作ったらベテランの駅ですよあっという間に商品も売れるし、うん、こ,れこれだけでやってもいいような感じなんですけども、まあ、あんまり好きじゃないんでねやらないと思いますけども <laughs> この向いてることが好きじゃないっていうね <laughs>、うん、まあいいですよね無理やりやるもんでもないですしなんかやる気があってそこにチャンスを見出した人に席を空けとこうかっていう余裕まで生まれるわけなんですけども、まあ、私としてはその誰かが作ったそのアートに NFT をつけて、まあ、市場を開いていくようなマネージャーの方がいいかなと思うんでそっちをやろうかと思うんですけど、うん、なんかこのね NFT もずいぶん前に生まれて一回そのポシャってるんですよねだからポシャったからこそ,その今度はダメだった部分が改善されてまた強くなっていくってところがあって以前以上の上がり幅を持つんだろうなと思いますけどねうんあとはもう得体の知らないところがありますからね何なのそれみたいな だからこそそこにいなくちゃって感じなんですけどね物事分かった時にはもう手遅れになっちゃうんでそれこそ下等競争の中にあだったらそろそろ行こうかなと思った時に飛び込んでももうね暗号通貨じゃないですけども下がるだけでは高値掴みしちゃうんでその時は離脱時だなっていうなこの感覚もやっぱりこうずーっと情報商売していいからある分かるものかなと思うんですけどねああちなみにねなんかねその逆張りではないんですけども最近私の塾生さんでね56歳にして 18年間だったかないや24年間か24年間引きこもりしてて正社員に採用された方がいるんですよその話をね今日の朝ライブ放送しようかなと思って私としてもこれ感動なんですけどもあの多分ね誰よりもスペック悪いんですよこの人もしかも正社員なんですよなんでかっていうところそこが逆張りなんですけどもそこの会社の社長ともやり取りさせてもらったんですけどもねその社長はいや失礼な言い方だけども56歳で正社員で採用しても 60歳で定年退職だから逆に正社員の方が頑張って働いてくれるんじゃないのって感謝してくれるんじゃないのっていうふうに言ってましたねいやその通りですよみたいなねその社長は48歳なんですけども <laughs> んその考え方ができるのはすごいねと思いましてね、まあ、つまりその50代半ばのなんかね長年引きこもりしてて働きもしてない人スキルもない人雇いたくないじゃないですかでもその人が何でね私の応援を受けて就職したいもうどこでもいいから就職したいっていうふうに 考えたののかかっていう動動機にねものすごく、あのー、心動かされたところがあるらしいですよ動機にねでしかも今からやってもじゃあ10年20年働けるかって言ったら働けないわけですよ。ね、だって60歳で終わるわけですからね56歳から。だからバイトで雇っても3年ぐらいって考えたら、まあ、正社員で雇ってね、えー、それで最後まで60歳までやってもらった方が多分あの多くの同年代の人に。 いい例を残せるんじゃないかなと思うしいやらしいこと言ったら私の社長としての技量も上がるんじゃないか株も上がるんじゃないかなって考えていやまさに株は上がりましたよみたいなねしかもその発想ができるのがすごいなと思いましたよ56歳でじゃあ定年までうちで面倒見るよって正社員でってあの使用期間もなく即正,正社員作用ですからね うん、これはだからなんか新しい流れを作るんじゃないかなともちろんこの人の動機もあるんですけどねどこでもいいから働かせてくれっていうのはもうどこでもいいから何でもいいからじゃなくってもう私のようなもので働けるんだったら身を差し出しますからっていうね本当にこう首をかけた命をかけた魂をかけた思いだったんですよだから面接ではあの受験に、ね、面接に通りそうな言葉って一切出てこなかったんですよそれこそあの履歴書もほとんど書くところがなかったんで空白だらけでものすごく負い目を持っていますみたいなこと正直に。 言っっててもらって、ね、でまあ即下塾に入塾したのが、まあ、2年ぐらい前だったんですけども、うん、その時点で何で即下塾に縁を持ったかってこともあの正直にねもう一発で稼げるんじゃないかなと思ってその,親の通常かららお金をを盗んんででね塾費を払ったらしいんですよ、うん、それは私も知らなかったんであの後からねちょっとまあ思うところがあったんですけどね頭金だけでよかったのになとか思うんですけども、まあ、そのほかにその人は親の通常を家庭盗んで他のことにもバンバンね そそれこそ仮想通貨高値掴みして暴落みたいなのがあったりとかん,なんかねそれこそネットワークビジネスのセミナー行ってなんかお金払っちゃったとかで結構ね2300万散財したらしいんですよね正確な金額言わなかったんだけどもあのそれこそガクッときたらしいですね人に歴史ありっていうかねまあ正直が一番いいなと思うところでもありますし正直でダメなんだったらその駄目を受け止めた方が絶対いいなと思うんですよ、ね だからそのなんか嘘をついてごまかしながらやってきてもそれは自分の姿じゃないわけなんですよまあ何でもいいって言えば何でもいいんですけどね、うん、まあいろいろとそういうことを考えながらね、うん、あれですよね長年やってると人の人生にも付き合うことになるんで、うん、まあ,あの人生に格をつけちゃいけないんですけどね、まあ、けど本当に 小さな狭い世界しか見えずにそれでアップアップしてるいわゆる小さい池でね溺れ地能としてこう水面に口を出してプカプカしてる船みたいな感じなのかそれともライバルは多いけども大海を泳ぐねそれこそ大きな魚に食われそうだけどもだけどもまあ太平洋をね縦横無尽に泳いでいるそんな魚になるのかやっぱり広い世界に飛び込んでみると。 見えるものはやっぱり広くなるなということもあるかなとどうですかね、うんまあ、だからねこれねこの情報発信することを10年とか続けてるからこそいただける話ですよね、うんまあ、18年もうすごいですよねブログとかもね、うん、だからその継続をすることっていうのは最低条件なんですけどもしょうもないことに継続したら本当に10年経っても時給のね1,000円もわからないみたいな 本当にそ多いでですすすからねね逆に下がったりするわけですよ、ね、だからずっといる業界も選ばないといけないかなっていうところもあるしちょっと途中で出ましたけども好きなんだけど向いてないものと向いてるんだけど好きじゃないっていうものがあってね <laughs> 私もなんかねその私利私欲とかをなくせば他にもチャンスがあったんでしょうけどもおかげさまでね無理なくやっていけることがまあパフォーマンスもそれほどそこそこ高いんで。 でも本当麻雀はね足引っ張られましたね今思えば麻雀ジャ店をやるべきじゃなかったなと思うことばかりですね10年やっててマイナスしかないという人間的にもマイナスだったですからねそこでなんか強い信頼関係誰と気付けたかって全くないんでいや麻雀は関わるべきじゃなかったなとほんと常々思います今離れてほんとによくなったんでだからあれですよね得意だけど向いてなかったんですよね麻雀ね私はね プレイヤーとしては良かったんですけども好きな時に始めて好きな時に辞めれるんで <laughs> それこそ弱い人とだけやってきたって感じですかね私もねっていうかまあ会う人会う人弱かったんですけどねはっきり言って <laughs> なんかしんないけど <laughs> 弱いのに向いてないのになんかね好きな人ばっかりいたんで助かりましたマーじゃあ。でねなんか強いやつと戦いたいと別に思わなかったんでね私もね、うん、まああのなんかこう短期的にはかなわないで二度と会わなくなった人もいるんですけども なんとかかですかね。じゃあ今日ももう4時ですか4時ですね、うん、じゃあ行きましょうかいらっしゃい